皆さんこんにちは、Bレジェンドスミラです。Bレジェンド上野です。本日はね、上野さんに来ていただきましたんでお客様から寄せられた Q&A にちょっとお答えいただこうかなと思います。はい。もうトレーニングしてて、ね、筋肉痛が来ないっていうお客様がお問い合わせいただいてたんですけど、やっぱり筋肉痛が来ないと筋肥大とかにこう繋がらないんですかっていう問い合わせが結構あるんですよね。その辺について上野さんはどうお考えかなと。あ、ソーラさんはそもそも筋肉痛結構きますよ。僕は結構週に5回ぐらい頻度でやるんで、筋肉痛あんまり正直で来ないんですよ。来るとこと来ないとこないですか？そうですね、来やすいところで言うと胸、足、はい。で、来ないところは肩のサイドとかですね。フロントはねちょっと若干来るんですけど、この辺はやっぱりサイドは来ないかなっていう、来やすいところ、来にくい部分もあるかなっていうふうには感じてます。結構これってやっぱり筋肉痛のそのメカニズムとかにも通ずる話なのかなというふうに思っててですね、はい。まあ、結論で言うと筋肉痛がないからといって筋トレの効果がゼロかというとゼロじゃないと思います。しっかりある程度やれば筋肉痛の有無にかかわらず効果は出てくるかなというところです。で、筋肉痛になりやすい種目となりにくい種目っていうのが実はあったりするんですね、はい。それ染田さん、どこで分ければいいと思います？どういう種目は筋肉痛になりやすくて、はい、どういう種目は筋肉痛になりにくいか、まあ、なりやすいトレーニングの種目。僕の感じでいいですか、うん、結構なんかストレッチあらできる競技が来やすいんじゃないかなと。なるほど、思います。僕はいきなりこう答えを当て言われましたね。でも染田さんの言う通りで、やっぱりそのストレッチ系の種目っていうのは筋肉痛を誘発しやすいとは言われていますね。こう筋肉痛って結局まあ筋肉の損傷が大きくて起きると言われているので、筋トレの中にはそのストレッチをかけて筋肉を物理的にこう損傷を起こすようなものもあれば、こう乳酸を貯めるような、はい、ユニットで筋肥大を狙うっていうところもあったり、するんですが、まあ、乳酸とかもやっぱり溜まりすぎるとそれが筋肉痛になることは否定はできないと思うんですけど、物理的にやっぱりグイグイ伸ばすような種目は、うん、筋肉痛が来やすい。ストレッチ系の種目は、まあ、筋肉痛が来やすい。だからその胸とかもね、はい、フライとかでがっつり伸ばしたりとか、ダンベル使ったプレスとかだとかなりストレッチが入りますし、で逆にそのサイドレイズとか、はい、あれってストレッチかけるって実は難しい。あ、だから来ないですかね。そう、まあ、収縮がメインになって、はい、来るような種目なのかなというところはあります。ただまあ最近その割と流行ってるシートを立てて横になって片手ずつやる、はいはいはい、サイドライングサイドレイズでも言うんですかねなんかそういうとこだと多分そのストレッチが比較的こうかかるポジションで重さが乗るので、ああいうのっては結構ストレッチが来やすいのかな。 あとはケーブル使ったもので、はい、かけてあげるのも一つかな。でサイドレイズで言うと、はい、その胸郭を実は膨らまして胸に息入れとくとこう腕が折り切らないから実はストレッチがかかったりっていうこともあったりしますよね。なんか自分の体でつっちゃうというか、はい、ここで多分胸郭狭くしてると多分下まで降りちゃうと思うんですけど、胸郭広げれば実はその一番下ろしきったところでストレッチがかかりやすいみたいなのを感じたりします。まあ、そのストレッチをかけて筋肉痛を誘発するっていうのも一つなんですけど、まあそれでこう満足をするのももったいないかなと思いますし、やっぱりその収縮でこう力がかかるような種目もしっかりやるべきだし、筋肉痛がまあ来なかったらちょっと気持ち悪いなというか、やった感が少ないなっていうところはすごく私も共感できるところで、もう本当に学生時代は本当筋肉痛さえ来れば OK みたいな感覚だったんです、はい、ストレッチ種目ばっかやってました。あストレッチマンでした、はい、それくらいだったんですけど、はい、やっぱりそれだとダメだろうと、はい、ストレッチさえかければいいなと思うと重量も扱わなく実はなったり、は
なるべく大きい可動域でやればいいんでしょうっていうことで、重さからもちょっと逃げてた時期もあったりしたので、やっぱりそこに対して重さを持つっていうのは大事ですし、その収縮系で力を入れるっていう種目もしっかり組み立ての中で入れてあげる必要性はやっぱり今考え直してやって、それを感じていますので。あともう一つその考え方があってですね、その筋肉痛があるところが果たしてその状態がいい場所なのか悪い場所なのかっていうのもあってですね、実はそこの部位の状態が悪い場合であっても実は筋肉痛は起きやすいっていう話もあったりしてですね、だからその弱点部位だったりとか、あとまあ怪我をしやすい部位だったり、そこに疲労が溜まっているところだったり、まあそういうところで筋肉痛が起きやすいっていう現状もあるので、筋肉痛が来るっていうことイコール正義では決してないかなってところあります。怪我のサインの可能性もある。怪我のサインとまで言わないですけど、まあその筋肉痛がない場所でも発達どんどんしていくところはあると思う。そこは多分強くてこう状態もいいところだとは思うんですけど、逆にそうじゃない。毎回筋肉痛が来るところ、そこはまあ毎回その刺激が強いのか、その部位の調子が実は良くないのかっていうのもあったりしますよね。なるほど。で、まあ、特にまあ初心者の方とかで言うと、まあ一つその筋肉痛は目安にするにはまあいいのかなと思います。特にそのまだまだトレーニングに対して習熟度が低い方であれば、まあ、筋肉痛になるくらい頑張ってまずは追い込んでみましょうっていう考え方はまず第一段階であっていいと思う。ただまあそれがずっと続いてるとどうなのっていうところもあるので、やっぱり筋肉痛が来るくらい追い込むことができるようになったら、そこからはやっぱりそのある程度の重量と回数をこう増やしていけるようなところ、そこを見てあげるのがいいのかなと思います。ただあれがありますよね、胸のトレーニングしてんのに背中筋肉つくんなみたいな、まあそういう、例えばベンチプレスとかもやり始めた当初はやっぱりブリッジ組んだりとかを考えると、その背中が弱ければやっぱり背中に刺激が入りやすくなったりするとは思います。まあそういうふうにこう狙ったところではないところの筋肉痛が起きるということは何らかの改善が必要かなとは思いますね。フォームの見直しなのか、その筋肉痛が来る部位が極端に弱いのか、だからそういうところが原因として考えられるので、そこは見直してもいいのかなと思います。そういうことないです？僕もその初めて当初ベンチプレスやってて、胸ではなくてフロントにめっちゃ筋肉痛が来てた時期があって、まあ、それがだからフォームがやっぱり間違ってたっていうのが気づけるきっかけになったんで、筋肉痛はだから目安にもなりますよね。なんかフォームとかの、まあそうですね、ここを狙ってるのになんかめちゃめちゃ3等に入ってるとか、ここに入ってしまってるっていうので、ここが筋肉痛になってる、ここが筋肉痛になってるっていうのやったら、もしかしたら一度フォームを見直した方がいいのかもしれないという目安にもなるかなと思う。そうですね、結構私も最近筋肉痛になんか意図してないところになるところで言うと、前腕、背中ですか？背中と、あとサイドレイズとか肩の種目を、重いのでやってると、やっぱりこう握力疲れてきて筋肉痛になる日が最近はあるようになったので、そこちょっとギア使い時かなっていうところ。上田さん使わないですよね、あんまり。そうですね、あまりサイドレイズとかだと今使わないですね。なのでそういうの、そういうところも、まあ、何かしらその体を見つめ直す指標の一つとしてはやっぱ使えるかなと思いますね。なんですかね、筋肉痛が指標となる話。そうですね、すごくいろいろなためになったなと思いました。筋肉がつくっていうところもそうだし、筋肉痛があるとか、まあ、どこかしら痛くなるとか、そういうところってやっぱり体からこう出てる信号なのかなっていうところで、それってやっぱりその何かが起こってその信号が起きてるわけだから、そういうところに対してこう目を向けられるか、でそれに対してどういうアプローチをするかで、まあ、体がこう何かしらいい方向に向かうのかなと思うので、そこは筋肉痛が来たから追い込めたっていう側面以外もいろんな可能性をやっぱりね、考えて見つめていただくのが一ついいのかなと思います。今日は本当に貴重な話ありがとうございます。いえいえ、なんか全然こうやってこう話していく中でもね、頭でぼんやり思ってたところが自分の中でも整理できるというか、腑に落ちていくのかなというところもあるので、すごくいい機会ですよね、この YouTube って。いや本当
僕も日々なんか勉強させてもらってるなって思います本当に。ですんでね、あの上野さんにいろいろなんか聞いてみたいこととかあったら、ぜひあのコメント欄の方にあの記入していただいたら、上野さんいろいろ答えてくれますんでね、ぜひ、そうですね、うん、どしどし書いていただければね、いいかと思います。なんかやっぱりそのコメント欄にコメントが欲しいわけです、はい、なぜかというと YouTube のネタが欲しいからです。あのそこからどんどん拾っていきたいので、はい、あのトピックでこういう話を聞きたいみたいなのがあれば、ぜひあのコメント欄にいただければかなと思いますので、はい、というところで終わりましょうかね。そうですね、はい、ぜひまたよろしくお願いいたします。それでは、ね、今日の上野さんの解説が良かったっていう方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。さよなら。いや、僕もすごい。なんですか。うん。なるほど。解消はされましたけどね。そうか。間違ってなかったと。ま、そうですね。まあ間違ってなかったと感じた染田さんに一言言うのであれば、はい、今日も鼻毛出てます、ね。マジですか。はい。